皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。新聞の記事の中で気になったことがあったので、それを取り上げてみました。それは伊豆伊東高校の生徒の取り組みが評価されて、伊東温泉が地方創生担当大臣賞と、こういう賞を受賞したというものでした。伊東温泉が温泉総選挙2023年で地方創生担当大臣賞、これを受賞したんですね。その受賞の理由の一つにこういうものがありました。伊東高校の3年生が提案実践した宿泊施設の人手不足解消、この問題を解決するもの、これを目指したビジネスプランが評価された。具体的には伊東市内のホテルを使って就業体験ツアーを行った、こういうものでした。今の高校ではただ机の上の勉強だけじゃなくて、実際の社会のつながり、実社会のつながりの中で勉強すると、そういう機会が増えています。そうした中でこれを企画実行した高校生たちにたくましさや、ね、未来への明るさ、こういうものを感じます。そして高校生にとってこういう経験ですね、こういう経験は、彼女たちが実際に社会に出てから生かされる大きな力になってくれると、このように感じています。皆さんはどう感じますか？今回は新聞の記事の中から伊豆伊東高校の3年生が企画実践した、ね、そういうプランから伊東温泉が賞を受賞したと、こういうお話をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。